本日も車の中からお届けしたいと思います。ただいま北海道の小樽におりますね。はい。パンはどうでした？パン屋さん何軒か巡りましたね、はい、あ、そうですね、パン屋さんあれから結構いろいろさらに巡りまして、巡りましてというか、あのちくわパンとかを地味にこう探したりしてたんですけど、はい、札幌とか行くとあのコンビニでも売ってるっていうことが、まあ、こっちで有名なセイコーマートっていうコンビニがあって、はい、そこのセイコーマートでちくわパン売ってましたね。はい、売ってまして、6種類は食べましたね。うん、ちくわパンだけで、ね、ちくわパンだけで、で、あとすきのに夜しげパンっていう夜やってる、夜やってる、まあ、夕方から翌朝の4時だっけ、そう、早朝の4時までやってるパン屋さんがあったね。そう、ありまして、まあ、朝も別店舗でやってて、朝型のしげパンと夜型のしげパンっていう感じで、もうお客様を24時間逃さないぞという勢いのあるお店だなと思ったんですが、すすきのっていう街がちょっとあの夜のお店、なんか新宿みたいな雰囲気だったんですよね、うん、歌舞伎町みたいな感じだったね。すごいその似てましたよね雰囲気がもう歌舞伎町の雰囲気に似てましたね。なので、まあ、あの夜型でやっても全然お客さんは来るんだなっていう感じで思って、まあ、そこでちくわパン2種類買えたりとかして、感想としましてはいろんなちくわパン食べたんですが、うん、はいはい、本当にあの形が決まってまして、うん、ちくわにぐるぐるとパンを巻いて、ちょっとこう真ん中クープが切り目が入っててマヨネーズが絞られてて焼いてるっていう感じなんですよ、うん、とちくわの中にはツナが入ってるんですよ。はいはい、ツナ入ってるちくわのパンがほとんどだったね。てか全部そうか、全部でしげパンの代わり種としてちくわの中にあのタラモっていう、うん、あのちょっとじゃがいもみたいな感じかな、そう、明太子とポテトを混ぜたようなね、うんうん、マッシュポテトですね、たらこ味、あれが詰まってるようなちくわパンもありました。美味しかったよね。美味しかった。噛み締めるとちくわってこう旨味がこう出てくるじゃないですか。その味わいがこう食べてるパンによって全然違ったりして、なんかすごいツナが強いちくわパンもあれば、うん、ちくわ味がすごい強いちくわパンもあるし、はいはい、とそのちくわパン発祥のお店どんぐりっていうお店にも行ってきました。本店みたいなその最初の小さいお店とかではなかったんですけども、かなりの大きい規模でパン屋さんで、うん、ワクワクする陳列で、うん、陳列すごかったね。種類も多いし迫力がすごかった。迫力も陳列もしっかりしてて、しかもポップがね、うん、すごい見やすくて、うん、何のパンなのか何が入ってるのかっていうのが一目でわかるよね、うん、これはすごい勉強になりました。で、あのちくわパンももちろんありましたし、惣菜パンの種類がすごい豊富だなっていう印象だったんですけど、うん、どれぐらいあった？40種類とかあった？もう普通にあったと思います。サンドイッチ、惣菜、甘いパンで、なんかほんとハードが一番小麦の味を楽しめるのはもう間違いないですね。硬、はい、いパンね、ハード系のパン、そう、フランスパンですね、はい、もうほんとね 0.5 割ぐらいしか、あ、全体の商品 の中で、まあ、5% ぐらいしかハードパンはなかったぐらいしか、もうほとんどない、3、4種類ぐらいしかない。そうだね、ほとんど柔らかいパンだったね。そう、もう全部柔らかいパンで、あ、もうあのニーズは多分硬いパンがあんま売れないんだろうなって、ちょっとあの思いました。まあ、もちろん硬いパンを出してるパン屋さんもあるとは思うんですよね。はいはい、うん、なんか出してそうだなと思って石窯の天然酵母のお店とかも行ってみたんですけど、全然柔らかくて、お子様からお年寄りまで食べやすい、食べやすいよね、柔らかいパン、うん、食べやすい、まあ、ちょっとハートと呼ばれるような感じの焼いたパンが多くて、でもね、一パン工房もやっぱ硬いパンって弱くって、はいはい、すごい好きなお客様は好きなんですけど、ほんとごく一部で、あのやっぱ柔らかいパン、惣菜パンが好きな方がほとんど、柔らかいパンの方が売れるってことだよね、一パンでも。そうですね、ちなみに店長的にはやっぱり、うん、
国産小麦のその風味を楽しんでもらうには硬いパンの方がいい、おすすめっていうこと。ああ、まあ風味をね楽しむにはではあるんですけども、うん、まあ、あの私的には国産小麦をあの楽しんでもらえたらそれでいいかなと思っているので、あの柔らかくて九州の小麦って美味しいなって思ってくださってる方がいるにはもう本当にあの越したことない、それはそれでもう全然 OK です。あのパン職人という立場から見ると、まああのフランスパンの焼き込んだ皮とかを噛みしめてもらった方が断然こう旨味と言いますか、香ばしさとかも楽しめるはあるんですけども、まあなんせね、ちょっとこう歯茎切ったり口怪我したりするの嫌だなとか、あんま歯強くないって方もあのいらっしゃいますので、はい、そこはうちも柔らかいパン減らしてハードなパン増やしていきたいんですとかいうつもりもなく、売れる商品を皆様が強くお買い物をねされる商品をしっかり残して、いきたいと思ってます。それではまた、この動画が面白かったよという方はいいねボタンと、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではおつぱんです。